安心してください、霊夢ですよ。なんでこんなに不安なんだ、マリサだぜ。寝っ転がって映画を4本見たら、腰が痛くなったヨウムちゃんだよ。そして安定の開幕即死。ね、安心の霊夢ちゃんプレイでしょ。赤コインに毎回収して、扉に入ればいいみたいだね。左のはともかく、右側の取るのきつそうだよ。これは苦戦しそうなんだぜ。多分もう10回以上挑戦しています。赤コイン取るだけでこんなに手間取るとはね。よし、扉はどっちでもいいのか。時間ないからとりあえず近い方に入ってみたよ。お、祝福されてありがたいね。あまりのことに言葉が出てこなかったんだぜ。畜生めえ。さっきの土管が外れってことは、どこかに隠しルートがあるんだよね。まずは、この土管の赤コインのとこからチェックだな。念のため右飛びもしたけど、何もありませんでした。入ってきた土管に戻るなんて怪しいと思ったけど、これも違うみたいなんだぜ。あ、見つけましたバナナさん。少しだけ隠してある土管が見えてたね。あと問題は残り時間だな。赤コイン回収して土管に突入するところまでで、5秒くらいないと厳しいね。ここもうまく一発で隠し土管に乗り移れるようにね。って、ミスってるじゃないか。ワンミスが本当に命取りだな。まさかたった10秒のコースで、10分もやるとは思わなかったよ。赤コイン取るだけじゃなかったもんな。タイトル詐欺だよね。罰としてイカ飯を持ってください。あ、私もイカ飯食べたいよ。あの甘辛く煮た味がたまらないんだよな。森駅のより、自分で作ったやつの方が美味しいけどね。自分の好みの濃さにできるのはいいよね。ヨウム、このコースはどうだった？10秒じゃ、イカ飯にしっかり味が染み込まないよ。何言ってるんだお前。ちょっとスピランコース作っていたら時間がなくなってしまったので、短いですがここで終わります。このコースともども、ウプ主のコースもよろしく頼むんだぜ。難しめだけど、面白いと思うよ。